選手たちなんで、その選手たちがちょっと今変化を出し始めてますよね。さあ山田進入してきた。セカンド。ビルドアップの形を取ったところから長いボールを蹴ってきました。セカンド山田が拾って渡辺、大月ぐらいの動き出し、自分でいった。そして今度は加藤のぐらいの動き出し、さあ岩上を振り切るか。一本できた。折り返した中村。南の前に出た、折り返した。本田です。右サイドに展開、熊本、大月が呼ぶ。大月へ、大月へ。中村俊のボール、宮に来た、流れた。決めました。風が動き出している。本田が絞りました。さあセカンド拾った、山岸。安定した、大月から山岸だ。山岸が自分で打った。斜めに差し込んでビニシウス奪いかけましたが、もう一度縦に出て加藤、折り返し南に来た。ボグナ選手ダリブル行ったら、おっと右手で決めまして、加藤大輝まである。マイナスのボールいて、これが決まった。瞬から戻して野田に行ったところで松田がプレスに行きました。しかしこれがボールが抜けてきて油断。山岸、加藤を狙ってきたが逆サイド、加藤だ。ミキが蹴ります。また遠いサイドに集まります。そしてショートコーナー、ミキから鋭いボールできた。そうですね、山形です。ここもショートコーナー、強いしカットインがあります。縦に行った、折り返した、ニアサイド、こぼれている、もう一度。琉球がボール握ってますが、おお、山岸がうまくボールを鈴木から奪って、山岸、後ろに回ってビルドアップします。上がっている松本、スペースに加藤です。田中がクロス、おお、ヘッド。出してシュート、ナイスセーブ、シュート、オッケー。渡辺龍馬仕掛けてグラウンダー、決めた。ちょっと山形マイナス戻して、岡崎ミドル、突き刺しました。仕切り直しをしたいところ。さあ山形ビシュース、サイドを変えてくる面白いボールになってきました。これに対して岡山もスワップしたボールを中に入れるか、どうだ。決まった。今日は結果ビニシウスですね。ここまで宮に熊本が来て、そこに来たフリック。あの群馬としては非常にマークつきづらいかもしれないですね。野田から長いボール右を取ってくる、ダイレクト折り返し、後ろから入ってくる渡辺、折り返し、柔らかいボール、ヘッドだ。中4枚ボール、いいボール、ドリブル運んでいって加藤の右足こぼれて渡辺、パスにした、山岸、ヘッド。さあ中3枚、南来たが中村さんが回収します。3人で奪いました。南前線、ビニシウス中にいます。岡崎、南、前見て、南決めました。加藤切り返した、加藤おお、中村俊のパスが通らない。ここでまあ山形の本拠地はね、回って狙ってるとなかなかね
パスコースがなくなってきちゃった。おっと、いいシュートラウンド。さあここ南が抜け出している。折り返しヴィンシェンス。さあ中入れてきたヴィンシェンス、決めた。さあそしてここプレスに行って、わしていって左サイドを起点になる加藤の折り返しにヴィニシウス。前線に深堀と奥田です。中盤の左に山口、右に松崎、南から左サイドクロスボール、大月回避しました。山田に出してきます。そして背後、これもさあ渡辺走らせる。渡辺取った。渡辺右の渡辺選択、外山田追い越しますが自分で入ってくる。渡辺、渡辺、中村シュー。山田の追い越しですがチャンス。そして中村シュー浮かせてきた。山田のところ折り返した、折り返した。ビリシーズ、折り返した。大月わありましたが、その先どうだ。長いボールで山田を走らせます。セカンドを拾ったヴィニシウス、アラウージョ。中村シュート、こぼれ球、押し込んだ。カウンター、山形、前川引きつける。これは足が出てきましたが、セカンドボールは山田、上げたところから渡辺、マイナス、後ろからシュートだ。止めた、後ろからプッシュ。あ、狙っている、末を縛って、ヴィニシウス、アラウージョ、ヴィニシウス、アラウージョ、シュート。インターセプト仕掛けましたが、山形、南、ドリブル持ち上がる、ヴィニシウス、ヴィニシウスのシュート。できると、より質の高いゴール上がってくると思いますから、はい、あそこをもうちょっとこう山形の方がプレッシャーかけたいですね。さあ松本、松本入れてくる。あっとこぼした、シュート。セカンド山形、さあニアホンで引き出す、折り返し、逆サイドに来た。すぐに寄せてくる金沢ですが、加藤大輝が振り切りに行きます。抜かずに入れてきた、ヘディング。2点リードをしているものの、山形は別に後ろに、あっ、ビリシウス奪った。ビリシウス一番遠いところ、シュートを入れてくる、スラッシュでシュートは決まった。山形同点。近いところ、野田のところにこぼれてきて押し込んだ。